はい。それでは本日は一級建築施工管理棋士の学科試験平成27年問59番施工管理法品質管理について解説していきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄に記載されてありますのでそちらからご覧ください。建設施工における品質管理に関する記述として最も適当なものはどれか。1。材料、部材、部品の受け入れ検査は種別ごとに行い、必要に応じて管理者の立ち会いを受ける。この問題は正解です。これは、えー、材料の受け入れ検査ですね。まあ、材料、部品、えー、あとは、えー 部材とかですね、が搬入された際に関しては、検査を行うということですね。品質とか数量、そして所定のものかどうかというものを検査します。そして、もし試験を行わなければならない場合に関しては、例えば、コンクリートの試験とかですね、施工者の責任で行う必要があるということです。まあ、施工者に関しては、ほぼ監督と思ってもらえればいいです。まあ、この行う必要があるんですけれども、まあ、必要に応じて管理者ですね、設計士の立ち会いを受けるというのが、今回の問題になります。 まあ基本的に必要に応じて管理者の立ち会いを受ける場合もあるので、まあ、こちらも覚えていただければと思います。1番に関しては正解です。それでは2番と4番を一緒にいきます。目標品質を得るための管理項目に対して、自工程に渡しても良い,という良い基準としての管理値を設定する。4、品質計画には施工の目標とする品質、品質管理及び管理体制等を具体的に記載する。 この2番と4番、どちらも正解です。こちらに関しては、品質管理に設定すること、あとはですね、品質管理値を設定することと、えー、管理の体制ですね。まあ、2番に関しては、品質管理項目で、えー、管理値は、えー、品質管理項目や、管理値は重点項目を置き、次の工程に渡してもよいという基準値を決めるということです。まあ、こちらに関しては、あのクオリティ、QC、えー、工程表ですね、クオリティコントロールチャートと呼ばれるものです。以前に、えー、紹介した、この、 過去問に載ってるんですけどもこれ、この内容になるという流れになります。まあ、こ,こ,ここにですね、品質管理水準、まあ、プラスマイナス、えー、何ミリまで OK とか、このようなものを、えー、記載してですね、次の工程に渡してもいいような基準を決めると。また4番の管理体制に関しては、えー、設計図書で要求された、えー、品質、えー、実現のために、施工の目標とする品質管理の体制を具体的に記載するということですね。なので、いい管理をするためには、具体的な、えー、体制ですね。 担当者とか作業員とかの作業方法をチェック項目にまとめるということですね。このクオリティコントロール表の中にもですね、工事管理者とか施工管理者、専門業者の役割分担を明確にするということが記載されております。あとはですね、講習部位別に1年の作業をまとめ,まとめて、具体的にするということが載っておりますので、この2番と4番に関しても正解という形になります。それでは3番。 設計図書に定められた品質が証明されていない材料は、現場内への搬入後、試験を行い、記録を整備する。この問題は間違っております。結果から言うと、この品質が証明されていない部材に関しては搬入してはいけないというのが結論です。設計図書に適合していない材料、部材、部品等に関しては、まあ、搬入はしてはいけません。たとえ適合していたとしても、証明するものがなければ現場に搬入してはいけないというのが原則としてなされております。なので、この3番に関しては、 現場への搬入後と書いてあるので、搬入してはいけないので、この3番に関しては不正解となります。以上のことから今回は3番が間違えているので、3番が答えとなります。